はい、皆さんこんにちは、おとさんです。ということで今回は、シマミミズの出荷がありますので、その様子を収めていこうと思います。今日ちょうどおとさんミミズの4キロセットの出荷の日ですので、どういう風で普段発送しているかっていうのをお見せしていきます。4キロのセットだと、いつも動画に出しているこの青いタライ、これに満タン1杯ぐらいで、そのぐらいの量なので、いつもこのタライを使って出荷しています。で、今回はここのバスタブからミミズをピックアップしていきます。1000匹のセットなので、さっきの青いタライの中にミミズを800匹数えて入れていこうと思います。その後に4キロ分の土を入れるといった感じですね。それではやっていきます。ちょっと単純作業なので、ここから早送りすると思います。はい、とりあえず800匹ですね、数えてピックアップしました。土はこれぐらいなんですけど、ここにね、さらに満タンになるまで土を足していくという感じです。800匹だとこんな感じですね。これがだいたい今800匹です。なんで1000匹になるともうちょっと量が増えるかなという感じです。800、あとはここに満タンになるまで床材を入れてきます。はい、ということで土を足してみました。土を足したといっても土だけ足したわけじゃないので、足した土の中にたくさんのミミズや、卵があります。多分パッと見ただけでも表面に卵いくつかあると思うんですよね。例えばこれか、これミミズの卵です。これはミミズの卵です。卵もたくさん入ってます。あとは土の袋に入れて、段ボールに入れて発送するだけです。はい、その後は土の状態にもよるんですけど、だいたい上に新聞紙か段ボール、こういうふうにかぶせてあげて、土の袋を縛っていくという感じですね。新聞紙とか段ボールの場所をこう、一応逃げづらいようにっていう意味も込めてるんですけど、ギュッと押して、もちろんここの口も縛りますし、ここ絞っとくとミミズ逃げられないと思うんで、こういう風にしてます。その上で首も巻いてあげて、ここをガムテープで留めるという感じです。これで箱に入れます。はい、という感じでミミズの出荷の動画は終了です。いつもこんな感じで4キロのセット、2キロのセットをお送りしてます。どの箱からミミズを集めるかによってちょっと作業量変わってくるんですけど、今日みたいに大きいバスタブからミミズを取るときはやっぱり比較的ね、ミミズを数えるのとか梱包に時間がかかってしまいますね。ということで今日はミミズの出荷の動画を皆さんにご覧いただきました。今日はこれぐらいでおしまいにします。また次の動画でお待ちしてます。バイバーイ。